鳥の実 G 群馬県話。昔々あったとさ。昔あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいた。春になって雪が消えたので、おじいさんは種をまく用意をしようと畑を掘り起こしに行った。昼時になったので、おじいさんが腰を下ろして弁当を食べていると、そばの木の枝にかわいらしい小さい鳥が止まった。あやちゅうちゅうこやちゅうちゅうにしきさらさらごよの杯持ってまいろかビビラピーン。こりゃあまあ、今日は珍しいことを言うてなく鳥が来たもんだ。さあこっちさあ来て、この桑の絵の上で泣いてみせてくれ。おじいさんが呼ぶと、小鳥は桑の絵に止まってかわいい声で泣きました。あやちゅうちゅうこやちゅうちゅうにしきさらさらごよの杯持ってまいろかビビラピーン。それからおじいさんが手のひらに弁当の飯粒を少し乗せて、さあまんま食べて、おらの手の上で泣いてくれ。すると小鳥はおじいさんの手の上に来て、飯粒を食べるとかわいい声で泣きました。あやちゅうちゅうこやちゅうちゅうにしきさらさらごよの杯持ってまいろかビビラピン。そこでおじいさんは自分の舌を出してこう言いました。さあ今度はおらのベロに止まって泣いてくれ。すると小鳥はおじいさんの舌の先に止まって、あやちゅうちゅうこやちゅうちゅうにしきさらさらごよの杯持ってまいろかビビラピン。小鳥が泣いた途端、思わず知らずおじいさんは小鳥を飲んでしまった。さあ弱ったなあ、あんないい声した小鳥を飲んでしもうた、どうすべえか。おじいさんがどうしたものかと思っていると、おじいさんのへそのあたりがもぞもとくすぐったいので、おじいさんが手をやってみたら、へそから小鳥のしっぽがちょこんと出た。おや、こんなところにしっぽがのぞいた。おじいさんがその羽をきつんと引っ張ると、あやちゅうちゅうこやちゅうちゅうにしきさらさらごよの杯持ってまいろかビビラピーン。腹の中からやっぱりいい声が聞こえてくる。こりゃあまあ珍しいことになったもんだ。あ、早く帰っておばあさんにも聞かせねば。おじいさんはびっくりたまげて飛んで家に帰っておばあさんにも聞かせた。おばあさんもこれにはたまげて、おじいさん、これはなんちゅう不思議なことだ。ちょうどいい、明日はお殿様がこの向こうの街道をお通りになるちゅうことだから、一つ聞いてもらうべ。そうすべ。あくる日、おじいさんは街道の木の上に上がって殿様の行列を待っていた。やがて、下におれ、下におれ、殿様の行列がやってきた。露払いの侍は木の上のおじいさんを見つけて、そこにいるのは何者だ。日本一の歌うたいじい。おじいさんが答えると、殿様が聞きつけて、どれ、それなら降りて歌うてみ。そこでおじいさんがスルスルっと木から降りて、へその尻尾をピッピッと引っ張ると、
あやちゅうちゅうこやちゅうちゅうにしきさらさらごよのさかずき持ってまいろがビビラピーン。やっぱりいい声が聞こえた。こりゃあ珍しい。本に日本一だ。殿様は大層喜んで、じいさまには褒美の金を重たいほど下された。そればっかり。